僕は犬が大好きなんだけども、犬が好きというよりは、ちょっと特殊な感情だと思いますね。人間以上の何かを感じるとか、強く惹かれるものがある。まあ、犬と一緒にいること、犬と並んでいることが多分僕の人生の目標でもあるし、うん、多分人間自身では満たされないもの、まあ、犬と一緒にいることで何か満たされる瞬間を感じるっていうんですかね。うん、まあ、簡単に、一言で言うと、僕の信仰の対象は犬ですって言えると思います。うん、はい。長いこと、自分でもよく分からなかったですね。なんで犬に惹かれるのかっていうね。子供とか、まあ、ある種の人が、犬とか猫とかをね、溺愛する人たちがいるわけだけど、まあ、僕もそういう人間の一人かもしれないけれども。人間ってね、多分ね、人間とだけ付き合ってると、人と向き合って生きてるとね、なんか不幸になる気がする。人間の歴史ってのは実はそういう歴史だったよね、うん、ほとんど人間のことしか考えてこなかった。人間が言葉を持ってからね、基本的には不幸になったと思って、でその言葉で全てを語ろうとして、で結局ね、人間が 何を語ることで一度のその情熱を注いだかというと、人間について語ることだった、うん、結局それで何が分かったかというと、何も分からなくなった。言葉自体の力も失うでしょ。だから言葉のいらない相手と、それでも相手のぬくもりとかね、温かさとか匂いとか感じられる何かと一緒にいるとね、人間は多分今まで構ってこなかった別の世界に触れることができる。これ人間と付き合ってるよりも、人間のこと付き合ってる方がね、本来の自分に変われる気がするんですよ。うん、だからそれは多分その信仰を持ってる人が毎日お祈りしたりとかね、絶えず神様を意識して生きるような